今日もね、近くのバラ園来ました。これはね、栄光っていうバラなんです。なかなかこうやって綺麗なね、色と形に開くのは一瞬なんですよね。あとはバーッと広がっちゃうんです。ですからなかなか貴重な映像ですよ。これは栄光、巨大なローズピンクのシャクナゲです。ほんと綺麗ですね。すごく木が大きいですよ。ローズピンク、香りもありますよ。こちらもね、世界的に有名な日本の京成バラ園が作出した古いバラですけどね、聖花です。これも咲き始めがとっても綺麗ですね。聖花です。ゴールデンメダイオン、背が高くてつぼみがめちゃくちゃつくんです。この品種まだね、ほとんど咲いてないですね。ゴールデンメダイオン、まだ5月8日、ちょっと早いですね。つぼみがたくさんあるんで、あんまり咲いてないです。日本のバラで夢というパフオレンジですね、色が。こっちはもうね、朱色でレディーローズ、有名なバラです。本当の映像は多分ね、色がちゃんと出てないと思います。レディーローズ、もう輝くような赤、中心がちょっと黄色がオレンジになって、スマホでは本当の色が出ないんですよね。日本の光彩、裏が白で表がまあ紅、あまり明るい紅じゃないですね。形がとてもいいんですよ。中輪咲きでラブという品種です。とても丈夫で真っ赤なバラ、タイムレスです。ステム、首が長いですね。花首がもう全部切り花にしてみんなに持ってってあげたい感じですね。藤色のバラね、ブルームーンです。香りがいいんですよ。出た当時はね、青バラ青バラと騒がれたんです。藤色でも青バラって言われたんですよ。ブルームーンです。この聖花もとても綺麗に咲いてます。ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズです。亡くなったダイアナ妃にちなんでつけられました。葉っぱがとても美しいんですよ。縁取りが赤くて、これもダイアナという名前もついてます。形もいいです。紅のぼかしが美しいです。ザ・マッカートニーローズ、23、4個の賞を取ってるんです。丈夫で美しくて香りが良くて、でも形がいいのは咲き始めだけです。あっという間に開いておしまいなんですよ。古い大きな株の根っこが切られ、わずかにここだけが生き残って2個の花をつけてます。何のバラでしょうね。古株の小花です。日本のバラで黒バラ、輝くような艶のある黒ですね。艶のある黒バラ、ね、黒真珠、日本のバラ。こちらはまたね、古風な葉っぱと、見てくしゃくしゃでしょこういうのね、イングリッシュローズ系なんですけど、札がないのでね、わかりません。ちょうど今ね、クマバチがね、蜜しに来てますよ。これも札がないですね。中輪咲き、房になってます。まあ形から見ると多分ブライダルピンクですね。よく切り花にね、売ってる花ですよ。クリーム黄色とオレンジの絞りです。中輪、小輪、房咲きです。オレンジスプラッシュですって。うわぁ、大株がちょん切られて生き残ったわずかのところからたった一本花が咲いてます。何これ、頑張ってますね。ラブという品種です。生命力すごい。こんな切り株から一本だけ。ブルームーンですが、杯状なのになんかこれだけは更新懸命に咲いてますね。珍しいです。日本のバラ、正幸です。丸弁杯状ですね。葉っぱもなんか白っぽいですね。艶がなくて。
第二次世界大戦直後に発表されたバラ。もう名花なんですけどね、いつもこの公園ではね、ピースが綺麗に咲いてるのほとんど見えないんですよね。これもピースなんですけど、いまいちですね。大きさも形も、しかも虫食いになっちゃってます。やっぱりバラは難しいですよね。